どうも、お疲れ様でございます。舞姫大学の特別講義でございます。あの、売れてる人の発信の仕方ということなんですけども、私ね、その話を聞いたときに、老後2000万円問題のことをちょっと思い出したんですよ。で、老後2000万円問題ってのは、まあ、主には40代や50代の人に対してのマーケティングメッセージだっていうふうに私は捉えてるんですよね。で、もちろん20代、30代の方にもお関心のあることだと思いますけども、多くの方が老後に 自分の人生どうなるんだろううかってていい風ななね心配を抱いてますなぜなら老後っていうのははるか彼方遠くにあるようでありでも確実に来る身近な問題だからなんですよねさあ老後2000万円問題どういう意図を持ってあのキーワードが世の中に広まったんでしょうかすごくセンセーショナルだったですよねまあ、というのがね2000万円ぐらいっていうのがすごく説得力があって同時にそこにねマーケットがあったんじゃないかなと思うんですよ で、これが老後5000万円問題だと多くの方がもうね、諦めて絶望して反応しなくなっちゃうんですよ。かといって、数百万とかね、老後1000万円必要ですよっていうと、それじゃ足りないだろうっていう風なね、まあ、あ取り組み姿勢になってくるということで、2000万円とかがちょうど良かったんじゃないかなと思うんですよ。で、実際老後2000万円必要ですよっていう言葉に反応して、 70代80代の20年間を計算すると確かに2000万いやいやそれだけでは足りないかもしれないなとだったら今のうちに稼いでおかないといけないっていうふうに不安を煽られてそのための金融商品が売れたと思うんですよで老後2000万円のために今のうちに資産運用しておきましょうっていうふうに50代40代の方に語りかけるとじゃあ今の所得から毎月毎月 5000でも1万円でも積み立てておこうかなとかね NISA かなとかね iDeCo かなっていう風な流れになってくるわけですよね結局その老後2000万円問題っていうその2000万という金額に対して不安もあおるし何とかなるかもしれないっていう風な上手なそのマーケティングメッセージになったんじゃないかなと思いますこれがだから売れる人の特徴かなと思うんですよで今現実私もこの2000万円っていうねキーワードを使ってますし多分多くの方が反応してるんじゃないかなと思うんですよ2000万円ね 確かにどうしようもない金額のように思いますけども、2000万円ね、70代ぐらいまでに2000万円貯められますかねなんか貯められるような気がするでしょ少しずつやったら。で、その2000万円に至らなくても、例えばそれが1000万円でも、切り詰めればなんとかなるかもな、みたいな思わせる金額なんですよ。でも、これがね、例えば老後500万円問題とか言ったら、500万ぐらいすぐなんとかなるだろうとか、あの、そこまで危機感を持たないかもしれないです。2000万円必要となると、 毎年毎年100万貯めるにしても20年かかるわけですからね。じゃあ40代50代のうちに用意しておこうか。で、そのためにこんな商品ありますよっていうふうに手数料目当てのビジネスが暗躍するってことになります。特にあの公的なところからね。まあだからね、私ね、積立 n i s の口座数がものすごく増えたらしいんですよ。あの2000万円問題っていうのからね、来て。でも実際に積立 n i s で2000万とかならないですしね。それから積立 n i s でも、イデこでも、 結局投資ですから下手打ってはマイナスになるんですよそのことはあんまりね強調してないですよねで結局はその非課税になりますよって言っても手数料はしっかりかかるわけですからあんまり投資の対象商品としては美味しくないのが iDecoNISA っていうやつじゃないですか私があんまり反応しないようにしてますけどね皆さんどのようにお感じでしょうかとにかく2000万円というキーワードでものすごい市場規模がこの世の中に出てきたってことは間違いないと思います普段お疲れ様です